Hi, how are you? It's me, Sana. Welcome back to my channel. さあ、このチャンネルではフォニックス、多読、そして多読の先にある英会話の土台の作り方について、幼児さんから小学生、それ以上のね、お子さんを応援しております。さあ、今日は多読についてですけれども、多読のね、土台が、しっかりしてきた、安定してきた。まあ、イメージではフォニックスを、そうですね。まあ、一番スムーズに、早くというか、まあ、子供にあんまり負担がないような形で、上がっていくモデルを、私の中では理想のモデルと呼んでますけど、フォニックスを、まあ、半年ぐらいで、しっかりやりつつも、その時点で、そうですね、多読の土台っていうものを作り上げていくんですね。なので、まあ、ちょっとここにありますけど、オックスフォード・リーディング・トリーの、3ぐらいのレベルでしたら半年後ぐらいにもう到達して読むことができるお子さんもいます、4歳、5歳、6歳、とかでも、もう全然いけると思います。まあ、その子によってね、個人差がありますから、どんどん早くレベルアップすればいいのかって、そういうわけではないです。その子が、楽しんで、負荷なく、やっていけるようなペースっていうのが一番いいですよね。はい。なので、お子さんの、我が子のペースに合わせてね、ぜひ、組んでいったらいいんじゃないかなと思いますけれども、今回ちょっとお話というか、まあ、シェアをしようかなと思ったのが、まあそうですね、多読できれば毎日読んでほしいですよね。で、もう慣れてくる子っていうのは4冊から6冊とか、結構毎日読んでくれるようになってきます。で、それがじゃあ大体1年ぐらい、一番最初の学習から1年ぐらい、だった時点で、まあ安定してくるとすると、まあその先、そうですね、まあ本当に人によるんですけど、1年から2年、そうですね、長くて3年、とかしてくると、それをまあコツコツ毎日、4冊ぐらいを2、3年続けていくと、例えばそれを家庭ですけど、それを幼稚園の時にやって小学校に入って 1、2年生の間は、まあ、一生懸命読むことができた、毎日、4冊5冊とか毎日取り組むことができた。で、ただ、まあ1、2年生ぐらいまではね、可愛らしいというか、お母さんにね、ついてきてくれる感じがあるかなと思いますけど、まあ3年生ぐらいもね、言ったらもちろんしてくれると思いますけど、まあ3年生ぐらいからちょっと怪しくなってきて、4年生、5年生と、だんだんこう、もう小学校1年生に入った時点で結構自我はね、しっかりしてるんじゃないかなと思いますけれども、どんどん年齢が高くなれば高くなるほどですね、自分のしたいことであったり、自分がしたい習い事、楽しいことっていうものがどんどんこう出てきますし、それが成長ですので、全力で英語を取り組むってやっぱりなかなか難しいお子さんもちらほら出てくると思うんですよね。で、じゃあその1、2、3ぐらいまで、幼稚園から保育園から始めて、じゃあ3年ぐらいこれをやってきた。で、まあその、レベル感っていうのはそれぞれかなと思いますけど、その積み重ねた後、まあブランクが結構空いたとか、1ヶ月に1冊読むかとか、半年に何冊読むかとか、どんどんブランクが空いていくケースってやっぱりあると思うんですよね。まあ、うちも、もう同じなんですけれども。ただですね、なんかすごいなと思うのが、普通に私も本当に怠け者の母なので、毎日毎日そんな、これ読んで、なんて、
言わないんですね。本人が読みたかったら読みますし、読まなかったら読まないっていう感じで、自習性と、まあ、結構自立心を多めに育ててるんですけど、はい。まあ、放ってるということですね。はい。で、ただ、これを、じゃあ急になんか読めるのかなと思って、これなんだろうな。レベル6ですね。6あたり。で、結構24ページぐらいまであるんですけど、まあ少しずつ物語もね、詳しくなってくるというか。はい。文字数はそこまではないですけど、うん。まあ、でもこんな感じのものは割とスーッと読みますね。読めるんじゃないかなと思います皆さん。で、まあ勘を取り戻すまで時間かかったりもあるかもしれないんですけど、なんかちょっと読みながら勘を取り戻して中盤ぐらいになって、あ、なんか読めるなみたいな感じで楽しんでいける子が多いんじゃないかなと思います。この間まあ、私のところは小学校6年生ですけど、年長さんぐらいの時にその読みの土台を作ったんですね。で、これエルマーの冒険っていうんですかね、なんか聞いたことがある方も多いんじゃないでしょうか。それの英語版を購入してたんですね。以前小学校1年生か2年生ぐらいの時に買ってたんですけど、結構ね、私も読みたくないっていうぐらい、こんな感じですね。でもじゃあちょっとこれ、夏休みもう小学校6年生で最後だし、ちょっとなんか挑戦してみようよ、なんて言いながら、じゃあチャプター1、チャプター2みたいな感じで区切りで読んでみるとか言って、まあ暇な時ですけど、気が向いた時、暇な時、時間がある時に、読ませてみると意外とね、なんか普通にスラスラ読んでいくんですね。と思って、もちろんわからない単語も多いです。ちょっと難しいようなものもありますし、私もっていう、これどうやって読むんだろうねとか言いながら二人で探り探り読んだりとかね、まあ、そういう感じがいいでいいんじゃないかなと思いますし、そういう感じがいいんじゃないかなと私個人としては思っています。なんかこう英語を楽しむ仲間というか、そういった感じで、子供と、あでもない子でも、これはプから始まってるし、パーセンジャーかなみたいな感じで謎解きをするようなイメージでね、やっていくと面白いんじゃないかなと。で、こう読ませるというイメージよりも、まあそういった感じで楽しんでいけるような雰囲気作りをしていくと、子供もなんかチェックされてるような感覚に陥っちゃうと、もう読みたくなくなってくるというか、間違えたらいろいろ言われるんじゃないかとか、結構ビクビクしちゃったりするので子供たちね。なので、まあこういうちょっと長めのものを読むときには、日本語版で最初知っているもの、例えばハリーポッターも以前紹介しましたけど、中学校3年生のお子さんですごいハリーポッターが大好きだったようですね、本当にいっぱい日本語バージョンで読まれていて、高校に入ると同時にそのハリーポッターっていうものが、高校の図書館にね英語版があって、もう今読んでますっていう感じで、そのお子さんも半年ぐらいで、なんだろう、英語の多読の土台を築いた子なんですけどね、おすごいなって思ったりしています。まあいろんなエピソードといろんなモデルケースがあると思いますけれども、はい、今回伝えたかったのは、いろいろ脱線しましたが、多読のトニックスの土台を築いて、多読が安定してきて、まあ、それが一番最初の1年ぐらい、そして、そこからまあ 2,3 年、しっかり安定を築いていくことによって、その後、まあ、3年生、4年生、5年生、6年生ぐらいの間に、毎日じゃなくコンスタント
な取り組みじゃなくなったとしても、ぽつりぽつりでも細々と、まあ、1ヶ月に何冊か読むとかでも OK ですので、とにかく全体的に続けていくっていうことを大事にされると、もうダメだなんて思うことなく、つないでいけると思うので、ぜひね、まあそういう感じであれば、あんまりこうお母さんもプレッシャーなくできるんじゃないかなと、お子さんもあんまりこう、ギスギスというんですかね、なんかこう、うん、辛くない感じでやっていけるんじゃないかなと、楽しい心持ちでね、やっていければなと思って、まあそういう、そういうものを応援したいなと思っています。はい、何か参考になりましたら嬉しいです。Alright, thank you for watching this video. See you next time. またね、バイ。